はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。素人チャンネルの、車をですね DIY でカスタマイズをしようということで、今回スティマの、バックランプの電球を、ちょっと変えたいと思います。これはもうL175系ムーブから電球が移植できそうなので、そのまま使っていきたいと思います。それでは早速内側ですね、内装の方、見てもらいたいんですけど、はい、見てもらったら分かりますけど、おそらくここを外したら、もう出てくると思いますの でこちらの方を外していきたいと思います。はい、今カバーを外したらこのようになってますんで、これを極端に言うと回す、そして、引き抜いてもらうという形で、これで交換できると思いますんで、こちらの電球に変えていきたいと思います。こちら見えますかね、HID って HID 屋って書いてあるんで、 HID 屋さんのバックランプ、交換になります。じゃ早速ちょっと取り外して光るかどうか確認してみます。はい、こちらが、バックに入れた状態ですね、光ってますんで、こちらをまた戻していきます。右側も左側も同じような感じなので、同じようにやってもらうといいと思いますので、ぜひお試しください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。